川島勝つ山所三条右大臣五千秋巻十一、小井川島勝つ山所長、高山連成寺石碑、川島勝つ山所、正岡式石碑、川島勝つ山11月12日から1987年3月4日は、昭和に活躍した千葉県出身の書家、書道普及会創設者、社団法人日本書道院理事、書道研究音近い名誉理事、 本名は、川島大輔。1920年、小野が同主催の書道研究各花会に入会。1925年、小野聖が及び神軍晩衆に支持し直接指導を受け、1952年から1970年には、豊道春会に書道の運動を学んだ。また、世界各地に日本美術を紹介する手助けや、 芸術家文化人のチャリティ展などに協力して、書道の普及に尽力した。勝ツさんは1936年、現代に適応した書道の普及と兼ねて、精神の収容に支線がために、書道普及会を設立し、開始、書道普及を創刊する。勝ツさんの言う、現代に適応した書道とは、大衆の使用しつつある会、行、かなの四体と、 漢字とナとの調和した書道である。書道普及会は、北は北海道から南は鹿児島まで、またカラフト、朝鮮、台湾、中国に支部を有し、1940年には140、支部、会員は3000名を超えた。これは、桂ツさんの妻千代が考案した、開業層金の半次第の折り込みを手本とし、会員は作品を郵送して、 添削指導を受ける方法が評判を呼び、また、書道論など新規軸の企画が好評を得たためとされる。ありがとうございます。